よし、今日は調査班リーダーのパンツを覗いていくんだけど、なかなかね、いい装備ね、開発したよ。まだね、スキルシミュレーターがないから、ちょっとまあ、まだまだ、模索段階というか、まだそういう段階なんだけど、あれもないしね、種もまだないからさ、とりあえずね、3点だね。3点装備、汎用性の高さを重視した装備だから、無属性の装備で、で、まあ、組んでみたと。で、スキルが、こんな感じ。これ、まず注目してほしいのが、見切り7で 40%。で、3点の会心強化、カスタム強化だね。で、50% 合計。で、弱点特攻の 50% で合計 100% 出るってところだね。で、達人芸がないから、その切れ味白で大丈夫なんて思うやん。なんと、この技物の護石、これの入手方法は、行った方がいいな、場所に。自分のマイルームの猫いるやん。ほら、あそこにいるわ。この猫の依頼を進めていくと、もう簡単に手に入るよ。もうなんか、星3だか4だか、そこら辺の、こいつのディノバルドアッシュの捕獲かなんかかな。わかんない、忘れちゃったけど、そこら辺で手に入る。簡単に手に入る。で、まあ、あとは無属性だから無撃ついてるのと、挑戦者1と攻撃4。で、これは何?怒ってないじゃない。傷なし状態でも回心率 90% だね。カスタム強化で 10% 上がってるから。まあでもあれだよね。基本、怒ってない時 85% になるけど、このゲームって基本さ、モンスターが怒ってない時ってぶっ飛ばし絶対やるじゃん。だから、なんか、まあ実質ずっと怒ってるようなもんだから、まあ、実質を傷なしでも 90% 出せるって装備やな。で、やっぱ不動の装備が強いと。不動の装備は今回間違いなく最強の装備だから、だから整備3入れてる。じゃあ一つ一つ見ていこうか。ジャナールヘルムベータ。これはね、弱点特攻1なんだけど、やっぱスロットが優秀だよね。4と2があるから、まあ、それだけで採用。で、キリンベスト。これはアルファにした。スロットがあんま、ベータと変わんないんだよね。ベータだとスロット3のところが4になるのかな?確か。で、見切りが3つくのよ。だから、もう先に紹介しちゃうと、これとガルルガガロンベストで見切り7になるんだよね。なる?なるね。そう、すげえ優秀じゃない?この3つ。で、次が EX ロアアームアルファ。で、これがね、ちょっとマスターラング70になんなきゃ作れないんだけど、意外とね、70ってすぐ行く。本当に。何?導きの地でやってたら、すぐ行くよ。本当にすぐ行く。びっくりするぐらい。なんかいつの間にか行ってた。で、これはね、強いね。本当に体力増強3と攻撃2ってのはやばいでしょ。マスターランクのモンスター本当強いのよ。ダメージが半端じゃないから、体力増強は絶対必須だと思ってて。まあ、あくまで汎用性の装備だからね。で、まあ攻撃はこの装備の場合、そこまであれなんだけど、まあ、EX ロアームアルファはもう、ぶっ壊れだと思う。これは多分ね、ずっと使われていくんじゃないかなって思うね。で、腰がガロンコイルベータ。これも強いよ。スロ41個に、スロ2が1つ。で、見切り2と。まあ、文句なしの強さ。で、足が EX ガルガグリーブベータ。これは、どうだろう。これはわかんない。70なんだけど作れないのかな。多分70なんなくても作れると思う。いや、作れたわ。俺70前から持ってたわ。これはね、やばいね。これと、EX ロアームアルファは本当にぶっ壊れ。これおかしいでしょ。見切り2なのに、スロット4一つにスロット2が2つなんだよ。やばくない？もうこれとこれは、もう3種の神器。現状。アイスボーンの3種の神器。だね。あ、で、言うの忘れてたわ。この3点なんだけど、これね、レア度11だと、会心率強化と回復カスタム強化、両方つけられるのね。だから、超強いのよ。まだ俺回復カスタム強化つけられてないんだけど、やばくない?これがでもレア度12になっちゃうと、会心と回復両方つけらんないのね。どっちかしかつけらんないから、どっちもつけられる3点はマジで強いと思う。で、次、装飾品だね。まあ、整備は誰でも持ってると思うね。で、挑戦整備。ここはまあ、なんだろう。まあ、整備だけでもいいかな。まあ、俺と同じスキル組むかどうかわかんないんだけどね。本当に、ここからは個性がめっちゃ出る。って感じかな。俺は整備すごい優先度高いと思ってて、今回は。やっぱクラッチクローとの相性が最高だからね、不動の装備。整備も情報修正されて 30% だから。レベル差は強いよ。他は、帯族攻撃。まあ、ここも普通に攻撃でいいし。
うん、なんかそんな特別難しい手話つけてないね。うん、全部なんかほんとワールドやってた人なら簡単に作れそうな装備かな。で、回避の相違には短縮手つけてるね。なんかこれはそんな微妙いかもしんない。だからほんと個性出る。俺は短縮手がなんかちょっと欲しいなと思ったからつけてるって感じかな。まあレベル2だからね、上手い人なら無傷つけてもいいんだろうし、まあ破壊したいなら銃撃でもいいだろうし、回避はあれか、まあ、武器によっては渾身でもいいでしょ。だからもう本当に武器のあれが出るね。まああくまでこれは点々装備だから、まあ、心眼とかそこら辺でもいいかもしんないね。強化持続でもいいね。で、不動には攻撃ぶち込んでるって感じかな。で、一応もう1装備あって、スキルをちょっとちらつかせると、この装備とこの装備、今つけてんのがこっちね。俺こっちの装備つけてるんだけど、まあ、こっちは回避性能と強化持続と複雑がついてるから、まあなんだろう、死ぬ可能性あるなーってモンスターにはこっちの方がいいかもしんないかな。まあでもなんかあれだよ、もう何どんぐりのセクラメみたいなもんだよね。どっちでもいい気がするよ。はい、てな感じで、現状だね、今のところの、3点超絶汎用性能装備の紹介でした。まあ、結局古代竜神によるとあれだからね、立ち使いが一番多いと思うから、まあ、割と参考になるんじゃないかなとは自分でも思うけどね。やっぱプロハンが紹介する装備ってさ、なんかどうしてもやっぱフルチャージがついてたりとか、なんかね、わかる、体力増強ついてなかったりとかあるじゃん。でもなんか俺はプロハンじゃないから、結構割となんかほんと参考になるんじゃないかなって自分でちょっと思うわ。はい、てなわけで頑張ってくれ。ハンターランクじゃなくて、とりあえずマスターランク70まで、そっからや。さらば。